東京出身でピアノの弾き語りをしています。各地いろんなところで呼んでいただいて、あちこちで歌う中で、愛生園ともご縁ができて、今回は2回目のライブをさせてもらいました。まあ、夕方のスタートでまだ明るい時だったので、こうピアノに全部海が映り込むんですね。だからこうピアノの奥にずっと海と島の風景が広がっていて、なんかどこまでも行けそうな、なんか素晴らしい体験でしたね。それを見ながら演奏できるっていうのは。で、そのピアノの海の中で魚が跳ねるのが見えたりとか、お客さんにとってもね、まあそういう背景で音楽をと言葉を感じられるっていうのはなかなかないと思うんですけど、演者にとってもピアノ弾きにとってもすごくなんか素晴らしいセッティングの場所だなと思いました。私たちみんな孤独吉さん自身、そのこの愛生にある自治会には入ってなくてっていう、まあ、ちょっとユニークなおじいちゃんで、もうそのお年でよく岡山市内のそういうジャズ聴けるようなお店に通ってるっていう、こういう方がいるんだなっていう、まずもうイメージしてたハンセン病の方っていうのとだいぶこう、ギャップがいい意味ですごくあって、清さんとは不思議な接点がもう一つあって、私あの戦前のパラオとかサイパンに取材に行って、日本語話せるおじいさんおばあさんがまだギリギリ来ていて、でそういう人たちにインタビューをしたり、まあ、日本から移民もたくさん当時行ってたので日本で取材したりとかっていうことをして、本を2冊くらい書いてるんですけど、清さんもたまたまその若い頃船乗りとして南洋の方に行って、その戦争がもう激しくなってきた時に多くの船が途中で魚雷でやられて沈められていた時期に、なんとかその船は到着して、でその時にその現地に行った日本兵の一人にすごいきつく抱きしめられたっていう話をしてくれて、まあ、だから本当に1回目のこういう接触を持てたのは本当に清さんが主で、でももう翌年にはね亡くなられてしまったので、それも知ったのも
フェイスブックでお葬式の動画を上げてらした。でその中でその聖者の行進が生演奏されてたっていうのも、まあ、すごくインパクトがあるっていうか、この歌と向き合うきっかけももらったなっていうふうに思います。 Often they crown him Lord of old. Often they crown him Lord of old. Oh Lord, I wanna be in that number when they crown him Lord of old. Often the saints go marching in. Often the saints go marching in. Oh Lord, I wanna be in that number.まあ、以前だと本当にあの明石海人の残した海底の魚類のように、自らが光らなければどこにも光はないっていう言葉、そこのこう自己と向き合って何か自分なりの表現とか生き方っていうものを見つけていくっていうことって、もちろん隔離されているされてないっていうのはすごく大きな差なんですけど、でもなんか割と全ての人のテーマでもあるなとも思うんですよね。なんかそれを、まあ、特になんていうんですか、こういう制限された場所でなんか取り組んだ先人の方がたくさんいる場所なのかなっていう。さっきこう海の風景を見てて、海鳥、割と大きな鳥が岩の上にこう一羽だけ止まってたりとかするのがすごく目につくんですけど、なんかああいう多分そういう風景ってずっとこの愛染できてからできる前からもずっとあった風景だと思うんですよね。でどういう思いでなんか見てきたのかなっていう、こういう風景を。でああいう岩の上で一羽じっとこう止まってる鳥がいて、なんとなくこう自分を重ねた方もいたかもしれないし、でも鳥ってずっとそのままではなくてやっぱ飛び立つじゃないですか。なんかそこをそういう、まあ、何気ない風景ですけど、でもやっぱここに来て感じることっていろいろあるので、なんかさっき海のその海と鳥と岩の風景を見ながらそんなことを考えてましたね。なんか鳥が飛び立つってやっぱりいいよなって思いましたね。